デビット・ナディアンは、アメリカ合衆国のバイオリン奏者、ブルックリンクのプロボクサーの家に生まれる。幼い頃から音楽好きの父親に、バイオリンの手ほどきを受けた。その後、マネス音楽学校を経て、ジュリアード音楽院に進学して、イヴァン・ガラミアンに指示。さらにアドルフ・オベティや、アドルフ・ブッシュの訓導も受けた。1940年に、 ニューヨークフィルハーモニック公共楽団と共演してソリストとしてデビューを果たしたが1944年には第二次世界大戦に従軍した。復員後1946年にはレーベントリット国際コンクールで優勝した。その後もニューヨークフィルハーモニック公共楽団にたびたび登場したが1966年には同楽団のコンサートマスターとなり、 1970年には、優退して、ソリスト兼、スタジオミュージシャンとして活動する傍ら、母校のマネス音楽学校で教鞭を取った。マンハッタンの自宅にて死去。ビビアン・シュホワイトサー、デビット・ナジエン、フィルハーモニック・コンサートマスター、イズ・デッド・アット・88、ザ・ニューヨーク・タイムズ、httpwww.neetimes.com2014-06 レイキュー、アーツ、ミュージック、デビット・ナジエン・フィル・ハーモニック・コンサート・マスター、イズ・デッド・アット・マイナス88、HTML2014 年7月14日、閲覧、ありがとうございます。